今日のイカれた偉人は藤原のクスコ。父は兼継、夫は忠主という人物でした。そんなクスコは自分の娘を桓武天皇の長男アテノミコに差し出して親しい関係を構築しようとします。ところが娘を差し出したはずが、なんと母親であるクスコもアテノミコに回収されたのです。そしてなんとそのままクスコはアテノミコとあざすな行為を繰り返す関係にまで発展します。さらにクスコは娘の男だけでは飽き足らず、カドノマロという人物ともあざすな関係を築いておりました。結局このあざすな関係は桓武天皇にバレてしまい、クスコは朝廷から追い出されてしまいました。めでたしめでたし。皆さん、息子や娘のパートナーに手を出すのはやめましょう。ではまた。